ここから地図駅で鉄印をゲットしたいと思います。これは鳥取まで行きたいです。鉄道娘と書いてあります。鉄印をゲットしに行きたいと思います。地図急行線乗り場、こちらでしょうか。地図急行線乗り場、地図駅、鉄印はここにあるでしょうか。行きましょう。鉄印ゲットしました。これが地図急行線乗り場、ゲットしまして、地図駅を立ちました。この地図駅です。すごい駅じゃないですか。これは JR の地図駅だけど、いきなりすごいポストがありますよ。このポストすごいじゃないですか。これですよ、このポスト。この町のポストはどうなっているのかな。じゃあポストがおかしいぞ。地図町人民セラピーイメージキャラクターモリリンです。何なんだこの町は。ポストの色がおかしいのか。これは地図橋です。おお、清流で涼しいっすよ。いいじゃないですか地図町。ストアは結構昔のコンビニエンスストアだな、これ。古い町並みだな、ここ。結構古いですよ、ここは。有名な街道沿いですよ、この町は。おっと、ここの郵便ポストは赤じゃないですか。全部が全部色がついてるわけじゃないんですね。不思議ですね。ここがなんかちょっと大通りっぽいです。道53号線、ここメイン通りですね。ここメイン通り向かいです。さて、ここが地図集落なのか。広い川に出ました。見てください、この広い川を。どうやらあの辺が観光スポットっぽいです。駐車場ですね。これを駐車場。古い街道の街並みじゃないですか、ここは。昔の街道沿いですね。どういう感じですか。いかがでしょうか。広がりますね。紅葉の名所、諏訪神社。紅葉じゃないですけどね。諏訪神社参道、行ってみましょう。どこに神社あるの。諏訪神社結構上。
だ上。よし、福田神社ありました。結構上でしたね。結構立派な神社ですよ。天水はこれですか。湧き出てる天水ですね。ニューですね、これは。湧き出てるんです。お、冷たい。ファイヤース。いや、諏訪神社ちょっと、すぐそこにあるのかと思ったら、とんでもないですね、これ。立派な社殿がありました。諏訪神社立派。よいしょ。来ました。ここが諏訪神社です。お参りしたいと思います。来ました。賽銭箱の位置高いです。古い醸造だよ。暗礁ですかね。金ですね。いいっすね。これ実塾ですね。ここがここですね。内谷家住宅。敷地面積は約3000坪です。キリン獅子舞です。体が揺れるほどの状態です。すごいですよ。どうですか。結構なスクリーン。家の中に橋が、うわ、すんごいこの橋。橋が。これの模様がなんかいいじゃないですか、これ。こうですかね、これ。さすがですね。神殿の間すげえな。これ作り付けの拝殿あった。すっげえ綺麗にしてる。松の剪定中ですよ。すげえ綺麗にしてますよ。人が来てないのは残念だな。素晴らしい住宅でした。うわ、地図駅を歩くと出会える街並みです。急行線、鉄道旅、お別れしたいと思います。さよなら。